アグネス・フォン・ブランデンブルクは、デンマーク王エーリク5世の王妃。夫エーリク5世の死後は、息子エーリク6世が、幼少の1286年から1293年まで、摂政を務めた。アグネスは、ブランデンブルク返京ヨ予ン一世と、ブリギッテ・フォンザクセンとの間の娘である。アグネスは1273年11月11日に、 デンマークをエイリク5世と結婚した。この結婚はおそらく1261年から1264年まで、エイリクがアグネスの父ヨハン1世に捕らえられ、ブランデンブルクにいた間に決められたものと思われる。エイリクは持参金なしでアグネスと結婚することを約束して、監禁から解放されたと言われているが、デンマークとブランデンブルクの間ではこれまでも婚姻関係を結んでいた。 1286年、夫エーリク5世が死去し、アグネスは幼少の息子エーリク6世の折衝となった。アグネスの折衝期間については詳細は不明で、この期間の決定がアグネスによってなされたか、あるいは議会によってなされたかを決めるのは困難である。アグネスはこの折衝期間に、実家からの支援も受けていたとみられる。1290年、 アグネスは聖ベント教会のフレスコが制作のため、資金を援助した。1293年、息子エイリク6世は青年に達し、アグネスは摂政から退いた。1293年、アグネスはホルシュタインプレンハク・ゲルハルト2世と結婚し、ヨハン3世を設けた。再婚後もアグネスはたびたび、デンマークを訪れた。アグネスは年月日に死去し、 デンマークに埋葬された。デンマーク王エーリック5世との間に、以下の子女を設けた。ホルシュタインプレンハク・ゲルハルト2世との間に一難を、設けた。ありがとうございます。